荒木健史郎は、福岡県生まれの作曲家である。3歳よりピアノを始める。当初はピアニストを志すが、高校生あたりから次第に作曲を独学で学び、以後作曲を、中山博之、野崎勇義を、井上正都の各紙から学び、2017年、地域イベント等の BGM や演歌歌手の全国ツアー、 バックミュージックの作編曲を担当し2018年、福岡県で第1回、荒木武史郎作曲発表コンサートを開催、同年に開催された第25回チアー、全日本作曲家コンクールに応募した、作品クラリネットソナタ第2番オーパス191が、室内楽部門で入選し、翌年2021年1月26日には、 荒木武四郎クラリネットソナタ第1番第2番 CD をリリース並びに東京日暮里サニーホールコンサートサロンにてクラリネットソナタ第1番第2番の CD 発売記念コンサートをクラリネット大川春香ピアノ塩川正和を迎えて開催ピアノを宝木隆作曲を野崎勇義を中山博之四季を 伊藤幸男の各紙に支持、東京国際芸術協会会員、エリシオンフィルハーモニーオーケストラ作編曲、四季を担当、室内楽作品ピアノソナタ第43番オーパス、175ピアノソナタ第44番オーパス、185ピ,18ピアノソナタ第45番オーパス、199バイオリンソナタ第1番オーパス、 200から1バイオリンソナタ第2番オーパス。200から2クラリネットソナタ第1番オーパス。187クラリネットソナタ第2番オーパス。191弦楽四重奏。第1番オーパス。189ピアノ五重奏オーパス。190競争曲作品バストロンボーン競争曲オーパス。186 公共局作品公共局第5番オーパス173公共局第6番オーパス197ありがとうございます。